はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、 HDM 壮絶仮面ライダー平成ジェネレーションズです。はい、食玩の HDM 壮絶って昔ね、いざ出陣編ってやつで、この桃太郎、そう、これよく使ってたりするんだけど、うん、気に入ってずっと飾ってんだけどね、これね、うん、今回は平成ジェネレーションズということで、ドライブ、コースト、エグゼイドが出てますね、うん、はい、じゃあ早速開けていきましょう。ほい、クオリティが低いと。ああ、でもドライブは良さそう。ゴーストが良くないみたいな。あ、そうなんだ。そう、じゃあ早速ドライブ開けてみるね、うん、よいしょ。どう？あ、いいじゃん。あ、いい、いいね。ドライブすごいいい。ほんとだ。ひとっ走り付き合えよじゃね、うん、エグゼイドもなかなかいいね。うん、これはどのセリフのとこだ。ノーコンタイムでクリアしてるぜのとこかな。あ、そっかそっか、そうかな、うん、あ、でもすごいちゃんとメタリックだし。あ、ほんとだ、いいんじゃな い, い、あ、この辺の色分けがないね。そう、まあしょうがない、それは。はい、じゃあ最後に問題のゴーストだね、うん、これ命燃やすぜのところなんだけど、うん、レオンさんの動画だとね、顔がね変形してたの。あーごめんなさい、うん、じゃあ撮ってみよう、うん、命燃やすぜ。どう？ん、あ、大丈夫だ。大丈夫。うん、すごい当たり当たりだ。リオンさん2つ買ってて、2つともね顔が変形してたの。ありゃ、これ大丈夫。お、すごい、かっこいい。かっこいいじゃん。うん、あ、よかった。うん、はい、そんな感じでドライブだね、これが、うんうん、結構結構いいよね。すごい。あ、ちゃんとシフト感もセットされてるね、うん、いい感じだよね、うん、この後ろもちゃんとメカメカしくなってるしね、うん、でタイヤの方にも文字ちゃんと書いてあるし、うん、で足の裏もね、うん、ちゃんと再現されてるね。そう、はい、続いてゴーストだね、うん、ゴーストが一番今回いいかもしれない。そうだね、うん、このポージングもすごくいいしね、うん、で胸のマークもあるし、ゴーストドライバーも、ただゴーストドライバーの目はないね、うん、まあ、ただすごくいいよ、うん、ちゃんとこれも再現されてるね、うん、いいじゃん、すごい。はい、そしてこちらがエグゼイドですね、うん、これもいいよね、メタリックに塗装されてるし、うん、すごい、この部分もちゃんとできてるね、うん、ゲーマードライバーのガシャットがちょっと大きい、大きいんだね、うん、まあしょうがないでしょ、食玩だからね、はい、ホルダーもあります。はい、すごいね、いい感じ、うん、足の裏もちゃんとある。あるね、うん、あ、いいじゃん、すごい、いい感じ。そんな感じで台座につけてみましたけど、うん、台座がどれも硬い ね、 そ, うね、そしてね、不安定、こんな感じで、うん、ドライブはぴったりかな、うんうん、で、エグゼイドはこのグラングラン、うん、で、ゴーストに関してはね、ちゃんと足がはまんない。あ、で、無理やり入れようとすると、うん、足パーツがね、もげそうになっちゃうので、この辺にしておきました、うん、けど、思った以上にどれもクオリティ高くて良かったかな。そうだね、うん、はい、ということでこんな感じでしたね。はい、じゃあまあこのいつもの仮面ライダーコーナーに置いて飾っておきたいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、そしてチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。